ヘリコンさんは、ギリシャ、ビオテア県を祀る二つの泉がこの山にあるからである。その泉とは、アガニッペーとヒッポクレーネーで、地名の由来は共にヒッポスである。ヒッポクレーネーの泉は、天馬、ペガソスが岩に狙いを定めて、ずめで蹴った時に、そこから泉が噴き出したという神話と関連がある。さらに、ナルキソスが自分の美貌に恋をした泉萌え。 離婚山にあったと言われている。ギリシア神話では、え、離婚山は神々が使用した神聖な場所と考えられてきた。特に、詩や文学、彫刻といった芸術の霊感の精霊ムーサたちと関係が深く、え、離婚山にはその昔、ムーサたちの像を収めた神殿があった。ヒッポクレーネの泉は、私的霊感の源と考えられてきた。紀元前七世紀後半。 え、離婚山の斜面で羊を放牧していた兵士脅すは、ムーサから死の霊感を与えられ、神の起源について歌った。それが、神闘記であるとされる。ヘリコン山のムーサたちから私たちは歌おう。彼女らは偉大で神聖なヘリコンの山の主で、柔らかい足で踊るのは青木泉のあたり、それとクロノスの全能の子の祭壇。彼女らが、その華奢な身を洗うところはペルメソス。 あるいは馬の泉、あるいはオルメオス、ヘリコンの頂きで美しく可愛らしく踊れ、はつらつとした足取りで動け。ホメロス風参加の中のポセイドーンへの短い祈りでは、ポセイドーンをヘリコンの主と呼んでいる。ありがとうございます。